はごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスで販売されているスヌーピーとのコラボドリンクとワッフルをいただきたいと思います。確かバニラクリームフラペチーノ、バニラクリームじゃなくて何だっけ、ちょっと待ってくださいね。そうですね、スヌーピーバニラクリームフラペチーノとチャーリーブラウンカプチーノ、チャーリーブラウンオーツミルクカフェモカの3種、そしてチャーリーブラウンのキャラメルワッフルとスヌーピーの何でしょう、バニラクリームと何でしょう、サヌーピントッピングとかじゃありません、ちゃんと覚えとけよって話ですけどね。どれも美味しそうですね。いつものスタバと比べると白と黒でなんか色合いはかもしれませんが、とにかく気になります。それチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらスヌーピーバニラクワッフルから食べていきたいと思います。ワッフルがきれいな、ではちょっと不細工な形になりますけど、もうこのままいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたスヌーピートッピングのアメリカンワッフル、そして途中で食べたサリーブラウンカプチーノワッフルはどちらも軽くてさっぱりとした食感のホイップクリームがサクッとした香ばしさと焼き音がするふんわりとしたワッフルの上にたっぷりと乗せますね。ちょっと崩れて食べづらい気がしました。チョコレートも結構甘めですが、キャラメサニーブラウンのキャラメルはそれよりもさらに甘めで、はっぱりとしたホイップクリームに甘さが引き出されていました。甘めのクリームやワッフルがお好きなのであれば、ぜひどちらも食べてほしいと思います。そしてドリンクですけど、ちょっとだだだだ名前が最初に飲んだチャーリーブラウンカプチーノは結構キャラメルが温かいのに、苦味が強いキャラメルが結構温かいドリンクともにしっかり口の中に広がってます。今回の食べたり飲んだりした中では一番甘さが控えめだったと思います。なのであまり甘くないのがお好きなのであれば、チャーリーブラウンカプチーノがおすすめですね。そしてオーツミルクカフェモカとバニラクリームカプチーノは今回お店でグラスで提供していただけるようなので、せっかくなのでグラスにしてもらいました。とまあそれはいいとして、オーツミルクカフェモカはオーツミルクって今まで飲んできた中だと結構ミルク自体に癖がある味で好みが分かれるかと思ったんですけど、チョコレートはかなり甘めでうまい具合に溶けているので、オーツミルクの癖がかなり中和されていると非常に飲みやすかったです。バニラクリームフラペチーノは何だろうな、オレオクッキー、なんだろう、マックフルーリーにも似た、ちょっとさっぱりとした甘さ、まろやかな甘さがありました。そう、飲むマックフルーリーというと一番わかりやすいでしょう。なのでマックフルーリーがおすすめのであれば、スヌーピーバニラクリームフラペチーノはぜひ飲んでいただきたいです。今回食べたのでしたけど、やはりバニラクリームのワッフルとフラペチーノが私の中では一番のおすすめなので、両者代表でご提供させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。